バーミンガム公共図書館は、イギリスのバーミンガムに位置する公共図書館である。2013年9月3日に開館し、総面積3万5000平方メートル、イギリスで、ヨーロッパでも、最大の公立図書館である。オランダの建築事務所、メカノアーキテクツと、エンジニアリングコンサルティング会社ビューローハッポルドによって設計され、建築費は、約1億8800万ポンド。 蔵書は約100万冊、うちの40万冊が一般来場者に公開され、前身となるバーミンガム中央図書館からの資料の搬送された。開館の当日、パキスタンで女性が教育を受ける権利を主張し、イスラム武装勢力に銃撃されたマラライウス不在が招かれ、開館式に出席し、女性に対する教育の重要性を訴えた。ライブラリー・オブ・バーミンガム オフィシャルオープニングオブ189ポンド M ビルディング BBC ニュース http www.bbcco.uk ニュース UK イングランドバーミンガム -238545092013 年9月3日閲覧トッピングアウトセレモニーテイクスプレイスアットライブラリーオブバーミンガムバーミンガムポスト h t t p w w w b a r m i n g a m p o s t n e t ニュースウエストミドランズニュース2011 09 15トッピングアウトセレモニーテイクスプレ l スアットライブラリーオブバーミンガム -65233-294238532011 万年9月15日閲覧欧州最大級の公共図書館 英国バーミンガムの公共図書館が開館ヨーロッパ、一大きい図書館がバーミンガムでオープンマララさん、ペンと本はテロに打ち勝つ、英図書館開館式で訴えマララさん、ヨーロッパ最大の図書館の開所式に出席しスピーチ。ありがとうございます。